朝日が昇る。皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。うるま市の未来のため国勢調査の回答にご協力をお願いします。国勢調査は統計法で特に重要とされている基幹統計調査の一つで、5年ごとに行われている大規模な調査です。国勢調査で得られた結果は地方交付税の算定資料など幅広い分野で利用され、より良い街づくりに生かされています。今後のうるま市の未来のために国勢調査へのご協力をよろしくお願いいたします。国勢調査の回答期限は10月7日までとなっております。まだ回答がお済みでない方はお早めに回答をお願いします。インターネットや郵送でご回答いただけますので、ぜひご利用ください。新型コロナ感染症拡大防止のため、原則調査員が調査票を回収にお伺いすることはございません。お問い合わせは国勢調査うるま市実施本部、電話 989-7490 まで。詳しくは広報うるま10月号18ページをご覧ください。保育所、幼稚園、認定こども園、入園案内が始まります。新生児の受付について、令和3年4月入所は令和3年1月1日までに出生のあった児童が対象となります。新生児、令和2年10月1日以降に生まれた子は令和3年1月12日火曜日まで受付可能です。在園児受付、受付期間は令和2年9月23日水曜日から令和2年9月30日水曜日。受付場所は在園中の保育所、幼稚園、認定こども園。新規児童受付、新規児童に在園中の兄弟児がいる場合は在園児の受付の時にまとめて提出できます。受付期間は令和2年10月5日月曜日から令和2年10月16日金曜日。受付場所はうるま市役所本庁舎東棟3階大講堂。受付時間は9時から16時です。夜間受付、10月9日金曜日は18時から20時も受付いたします。受付停止期間、令和2年10月19日月曜日から令和2年12月28日月曜日は受付を停止します。この期間は令和2年10月1日以降に生まれた新生児のみ受付可能です。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。また広報うるま10月号11ページをご覧ください。ひとり親世帯臨時特別給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金をまだ申請されていない方がおりましたら、早めの申請をお願いします。不明な点はお問い合わせ先まで問い合わせお願いいたします。基本給付1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円、追加給付1世帯5万円、新型コロナの影響を受けて家計が急変し収入が減少している方への給付。申請期限は令和3年
2月28日まで。児童扶養手当を受給していない一人親世帯も該当の場合があります。詳細については市公式ホームページをご確認ください。お問い合わせ先は児童家庭課母子福祉係、電話973-4983 973-4983まで。詳しくは広報うるま10月号10ページをご覧ください。令和3年度公設学童クラブ児童募集。市内10カ所の公設学童クラブの入所受付を行います。入所を希望する方は各学童クラブへお問い合わせください。対象は小学生、定員23名から40名程度、施設により定員が異なります。申し込み書配布受付期間、10月1日木曜日から11月14日土曜日。申し込み書配布受付場所、緑町児童センター。電話972-6200、中キス児童センター。電話974-1309、石川児童館。電話964-6051、やけな児童館。電話978-6082、キムタカ子どもセンター。電話978-2066、多摩学童クラブ。電話973-6066、南原学童クラブ。電話988-7366、シビックセンター学童クラブ。電話923-3241、宮森学童クラブ。電話987-8873、赤道学童クラブ。電話988-5619。お問い合わせは子ども未来課、電話989-5313 989-5313まで。詳しくは広報うるま10月号13ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。